アカデミー・オブ・ミュージック、通称・ジャム。低迷する音楽産業に活を入れようと、大手レコード会社と国が共同で設立した音楽教育高等学校。この物語は、そのジャムに入学した天才ロック美少女、天原まやと、その下僕、小田急のサクセスストーリーなのだ。別冊少年マガジン連載作品、富士急、スペイオフ、小田急 <laughs> なーにため息ついてんだため息つくと幸せが逃げるんだぞいけないんだぞはあ <laughs> <laughs> ねえなんで開始早々そ,そんなテンション低いの釣られてマヤのテンションも下がっちゃうじゃんやめなよこればっかりは無理だは <laughs> 天原先々週の小田急を覚えてるかえ オダキューがオダキーになってた週ねあの週な、めっちゃ評判良かった俺全編通してサルに憑依されてたのにああ<ー>。もうこのラジオドラマオダキューじゃなくてオダキーに変えた方がいいんじゃないか俺よりもサルをレギュラーに入れた方が悪い代わりが効く人間なんて一人もいねえんだよこのラジオドラマが成り立ってるのはオダキューがいるからだよ たぶんそうだようんたぶんたぶんあマハラそそんなことよりもまずはやることやろうぜほら説明小田急説明はあ、このラジオドラマは音楽業界のうんちくやうんちその他くだらないことを垂れ流すバリアフリーなラジオドラマです気楽な感じに楽しんでってください気楽にねほら猿みたいに気楽にね <laughs> なあ気にすんなってマヤはむしろあれは新たな小田急の個性だと思うぞ猿になれる人間なんて他にいねえよ小田急は日々進化してるんだよ猿になるのはどう考えても退化だろどう考えても進化だってミュージシャンがダメでも猿回しで食ってけるじゃんそれ回される方でだろ人は誰しもが運命という大きなうねりに回されるだけの道化なのさまたそうやって風呂敷を広げるわっ、まあ そうそう道化といえばマヤこの間初めてサーカスを見に行ったんよ話飛ぶなサーカスってあのサーカスあのサーカスがどのサーカスかは知らんが普通にサーカスよ舞踊り綱を渡り猛獣が火の輪をくぐるやーつおーマジか俺一度も見たことないなどうだったいやーすごかった だよそれ以外の言葉が見つからないね種類は違えど同じように芸で身を立てることを志す人間としては感心するばかりさベタボメじゃねえかよっとってすごいんだぞ人間があんなことするところなんて普通に生活してたらまずお目にかかれないぞまあそうだろうな天原みたいにひねくれた人間が絶賛するくらいなら本当にすごいんだろうなさらっとマヤディスを織り交ぜたな 俺も今度近くに来たら見に行ってみようと思うけどどうしてだか気が進まないななぜかサーカスって俺恐ろしいイメージあるんだよな恐ろしいイメージもしかしてサーカスは人と皿いいとかそういう風説の話かなあそれかも当たり前だけどそれ都市伝説だから気にすんなよそんな話つかおだっけよくそんな都市伝説知ってたな その話が広まってたのは昭和期だぞそれを言うならお前が知ってるのもおかしいんだけどな前はほら時をかける少女的なあれだから意味わからんおだきゅうごときには難しい話だったかなまあそれはいいとして昔はそういった都市伝説が多かったものよ口裂け女や人面犬が代表的なとこだがああなんかそうらしいな 口先女の時なんて口先女を警戒して集団下校が行われたりパトカーが出動したりで大変だったんだぞ見てきたように語るなでもネットもなかったのに不思議だよなどうやってそんな話が広まったんだろう口コミってやつだろ小田急だって覚えがあるだろうネットがまだ普及してなかった時攻略本にも載ってないゲームの裏技とかなぜか知ってたろうああ 知ってたな。誰が情報源かもわからないけど知ってた。うんうん。社会ってのはネットなんかなくても情報伝達が行われるようにできてるのさ。むしろネットができてから社会問題的なところは減ったかもな。そうかもな。とまやも思ってたが、ネットのあるなしは根っこのところでは関係ないみたいだぞ。最近海外でスレンダーマンっていう都市伝説が問題になってたしな。スレンダーマン 口裂け女と全く同じタイプの話さただしこっちはネット発症実際に事件も起きちゃって大変だったみたいだぞ詳しくはググれほえー、情報ってのは怖いもんだななんだ,んだ感染力のある情報は思わぬ騒ぎを生むものさ都市伝説の感染力バンドのプロモーションに何とか行かせたりしないかな急に実利の話になったな 生かすってどうやってマヤたちのライブを見ると幸せになるとかそういう話を流すか全然興味を引かれない都市伝説だなそれ普通都市伝説の根幹には恐怖があるからなマヤたちのライブを見ると東海内に殺人鬼に襲われるとかだといけるかもだけどそんな話流されたいうーんこの話はなかったことにそれがいいなかなか難しいよなバンドのプロモーション すっごい特徴があるバンドなら、手もあるかもなんだけどあ、どうしたあるじゃん特徴オダキがいるじゃんマヤたちにははぁいやいやいや、いねえからそんなやついや、いるねほら、オダキこのバナナを見てごらん <laughs> 心の奥底から何かが出てくる気がしないか出てくるはずだ <laughs> あ にかありまして。